ご視聴ありがとうございます。今回はですね、私の動画ではかなり珍しいプライズの新作になります。これまで取り上げることはあまりなかったので、今まで知らなかったんですが、秋葉原のセガさんに大きな展示ケースがあるんですよね。すでに発売済みのものから今後発売予定の新作まで結構たくさん、大きいショーケースがあるんですよね。で、今回はそこの展示になります。で、今回はですね、鬼滅の刃になりまして、もうすぐ投入される予定の絆の層15の型イグロオバナイをですね、メインに撮ってきました。で、すいません、品塚さんは空張りなのでほぼなしになります。イグロさんの方が注目でしょうしね。そのわけでよかったら見ていってください。それでですね、私は、プライズはちょっと苦手なんですよ。プライズのフィギュア自体は好きなんですけどね、集めるのがちょっと苦手なんですよね。キャラですとか、作品によっては、争奪戦、難易度、あと買うにしても値段相場、これが全然違うんですよね。基本的にプライズフィギュアって同じメーカーさんやシリーズから出れば、原価的なものはほとんど同じだと思うんですよね。でも人気作品だったり人気キャラだと、すぐに終わっちゃったりですとか、取るのが難しかったり、でプライズなのにそんな高いのっていう値段になったり、そんなことがあるので、作りと値段がうまく噛み合わない感じになることがあるので、揃えるのちょっと大変なんですよね。大変というか、なんかバランスが、違和感があるんですよね。そんなわけで苦手なイメージがついちゃってるんですけれども、でももちろん例えば100円で取れちゃう喜びですとか、でしっかりお店をリサーチすれば安定して集められたりっていうのもできると思うので、もちろんいいこともたくさんあるので、全然否定するとかそういうつもりは全くないです。ただ個人的にプライズを入手するのが力不足で苦手になっちゃってるっていう、それくらいですね。ですので、これまでもやっぱりあまり購入する機会っていうのもなかったり、そんなわけで動画にするっていうこともありませんでした。なんですけど、今回ちょっとお試しで新作のプライズの動画っていうのを投稿してます。ですので、ある程度見たいっていう需要なんかがあれば今後も取り上げていきたいななんて思ってます。で、そして今回は鬼滅の人気シリーズ絆の層の新作って、イクロさんなんですが、どうですかね。普通にかっこいいですよね。本当こういったフィギュアを早い時期に発売できるのがプライズのいいところですよね。柱だと、アニメでもあまり出番がなかった、義勇さんと忍さん、煉獄さんに関しては映画があったので増えてきましたけど、それ以外ってやっぱりフィギュア以外でもグッズとかも少なめですよね。商品化するにしても版権のビジュアルとかもあまりないので、それで数が少ない、そんな中から、よく目にするすだちに近いポーズの各柱のイラストありますので、それのフィギュア化ですよね。ほんとこうやっていち早く柱のフィギュアを揃えられるっていうのは、プライズや一番くじのいいところですよね。そして今回のイグロさん、いい感じですよね。普通にかっこいい、欲しいって思いました。で、このシリーズ、スケールにすると10分の1前後、それくらいかと思いますので、そこまで大きくないので、ヘッドとかも、なんともなキャラもいますよね。隣にもうすぐ再販になるんですが、こちらでカナオちゃんとか、プライズだなって思わせる見た目かななんてやっぱり思っちゃうんですけれども、でもこれ作ってるの天下のバンダイさんですしね、技術的にこれくらいのサイズっていうのは、これくらいになるのはしょうがないんですかね。でも決して悪いなとは思わないです。でもすごい可愛いな、欲しいな、
プライズすごいっていうのはまあならない印象ですかね。まあでも今回の新作のイグロさんに関しては、キャラごとの特徴っていうのもあるかと思いますが、すごい見た目もいいですよね。よくできてるなっていう印象でした。本当まあイグロさんフィギュア自体全くないですし、これ人気出るんじゃないかなって思います。それに今回の展示でも見てて感じたんですが、やっぱり揃えると、プライズでもしっかり絵になっていいですよね。こんな感じで飾るとかっこいい見栄えですよね。本当プライズをしっかり攻略すればこれをかなり安価で集められるって思いますので、そこはやっぱりプライズの魅力的なところだなって思いました。そんなわけで、正直高額なスケールフィギュアよりもこういったプライズとかの方が幅広い世代や、趣味の方とかにも、需要あると思いますので、そうですね、再生数とか、今後の感じを見てですね、また、新作プライズ展示なんかもたまには投稿していけたらななんて思います。はい、ということで今回はですね、プライズの新作展示になりまして、鬼滅の刃絆の層15の方からですね、イグロおばないを中心でのご紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。